核実験、核実験、核実験、英語、ニュークリアウェポンズテスティングとは、核爆弾の新たな開発や、性能維持を確認したり、維持技術を確立したりするために、実験的に核爆弾を爆発させることを指す。1945年から約半世紀の間に2379回、そのうち大気圏内は502回の核実験が、各国で行われた。そのエネルギーは、 TNT 換算で530メガトン。大気圏内は440メガトンでこれは、広島へ投下された、リトボーイの3万5千発以上に相当する。核実験は、実施された場所と高度により4つの種別に分類される。1、大気圏内核実験地上、海上、および空中で行われる、核実験である。実験方法には、気球、船舶、離島、 および航空機からの投下が用いられる。また数は少ないが、高高度核爆発事件もロケットにより行われる。地上近くの核爆発では、土砂と塵がキノコ雲により巻き上げられ大量の放射性降下物が発生してしまう。また高高旅での核爆発では強力な電磁パルスが発生し、周辺の電子機器に深刻な障害を引き起こす。 に、地下核実験地表面下の様々な深度で行われる核実験である。実験の手法は、冷戦時に米国及びソ連にて確立されたが、本実験以外の手法は1963年に締結された部分的核実験禁止条約で禁止された。核爆発が完全に地中で収束した場合には、放射性降下物はほとんど発生しない。 しかし爆発によって地面に穴が開いてしまった場合には、そこから大量の放射性硬化物が発生してしまう。地下核実験では、その核出力と爆弾の構造に応じた地震波が発生するが、多くの場合で地殻の陥没によるクレーターも生成される。1974年には、 地下核実験の最大核出力を150キロトンとする地下核実験制限条約が米国とソ連の間で署名されている。3. 大気圏外実験大気圏外で行われる核実験であり、実施にはロケットが使われる。この実験の目的は、主に敵国から発射された ICBM を大気圏外で迎撃すること、及び敵国の衛星、主にスパイ衛星を破壊する。 この検証である。ただし、宇宙空間には、大気がなく、核爆発の衝撃波によるターゲットの破壊ができない、ため、目的の達成には、近接距離の核爆発による、熱線、放射線によるターゲットの物理的な破壊、および電磁パルスによるターゲットの、電子的破壊、無能化が必要になる。しかし核爆発で生ずる電磁パルスは、地上の電子機器にまで影響を及ぼすこと。 およびターゲットの物理的破壊は近年特に問題になっているスペースレブリを大量に発生させることから PTBT にて実験が禁止された。4. 水中核実験水面下で行われる核実験であり、実施には船舶や橋家、これらは実験時の爆発で破壊されてしまうが用いられる。この実験の目的は水中核爆発の感染への効果。 クロスロード作戦等と、艦船用兵器、爆雷や魚雷への核兵器の転用可能性を検証することである。しかし海面近くの核爆発では、放射性の水及び蒸気を大量に拡散させ、近くの艦船や建物を汚染してしまう。歴史上重要な核実験の一覧を次に示す。広島と長崎の原子爆弾の投下に加え、 規定の兵器のその国における初の核実験、さもなければ、例えばこれまでに最も大きな核実験だったなど、顕著だった実験が含まれる。すべての核出力、爆発力は、推定エネルギーと等価とされる TNT の質量を、キロトンで与えられる。表中の実用兵器、非実用兵器は、実験された装置が、理論実証装置と対照的に実際の、 戦闘において、家庭として使われることができたかどうかを意味する。核爆発を起こすために大規模な危機に取り囲まれているような初期の実験用核爆弾は、実用的な兵器とは言えない。多段階、非多段階は、それがいわゆるテラー・ユラム構成の、本当の水素爆弾単に増幅核分裂兵器の、形態であったかどうかを意味する。なお、 サーリ・ボンバと1998年のインドとパキスタンによる実験の核出力のように、いくつかの核実験の正確な核出力の推定は、専門家との間で論争となっている。核実験は、軍事的、科学的な実験に止まるものではなく、政治的なプロパガンダの役割を果たす場合も、少なくない。特に、ソ連や中国においては、米帝などに対する、やむにやまれぬ、 苦渋満ちた核実験であると表明するケースも少なからずあり、同時に国力を固示する役割を果たす場合も少なくない。こうした例は中国の記録映画、中国の核実験の作成、上映などといった形で見ることができる。北朝鮮の核実験もまた同様の性質を持っていると言えよう。1945年7月16日にアメリカ合衆国が マンハッタイ計画で人類史上初めていた核実験、トリニティ実験では長崎に投下したファットマンと同型のプルトニウム爆縮型原子爆弾ガジェットをニューメキシコ州アラモゴードにある実験場で炸裂させた。ニューメキシコでの核実験は現在でも続けられていて最近では2010年11月から2012年11月まで ゼットマシンと呼ばれる装置を使った爆発を伴わない新たなタイプの核実験を計4回実施している。1946年7月1日からアメリカ軍占領下にある日本の委任統治領であるマーシャル諸島のビキニ干渉で核実験を行い、1947年にアメリカ領となった後も核実験を継続し、 エニウェト区干渉と合わせて67回の核実験を行った。1946年7月、原爆実験クロスロード作戦では、日本の戦艦長門など、約70隻の艦艇が標的として集められ、そこを原爆で攻撃して、効果を測定した。1回目は7月1日に実験、エーブル氏2回目、ベーカーは7月25日に行われた。 その後、太平洋核実験場として指定され、1954年3月1日引きに干渉で、水爆実験、キャッスル作戦では、実験計画では、数 MT クラスの爆発力と見積もっていたものが、実際には 15MT の爆発力があったため、予想よりも広範囲に、死の灰が拡散して、多数の被爆者を出した。南太平洋での実験は、費用がかかるため、 トルーマン大統領の提案により1951年にネバダ州の砂漠にネバダ核実験場が設置された。その後、フォールアウト、放射性効果物の測定や建物、動物などへの影響を調べるための実験が地上、地下含めて928回行われた。核実験の振動がラスベガスの建物に影響を与えたため、 各出力 5MT の爆発実験の前段階として、1968年1月19日に、ラスベガスの北 130km にある、トノパー近郊で 1MT の地下実験フォルトラス、が行れた。これが、アメリカ合衆国本土で行われた最大の、各爆発であった。その結果、衝撃で地上に大きな断層ができてしまったために、本土で実験は行わないことになり、 5MT の実験は、アラスカのアムチトカ等で行うことになった。1997年7月2日、地下実験場で初の臨界全核実験が行われた。2010年11月18日 Z マシンと呼ばれる核融合実験装置、X 線発生装置を使い、核爆発を伴わない新型核実験に成功している。これは強力な X 線を発生させ、超高音、超高圧の核爆発に近い状況を再現し、プルトニウムの反応を見る実験である。この実験は2014年11月まで続いており、計12回行われている。1955年5月14日、ビグワム作戦カリフォルニア州サンディエゴ南西500マイルで行われた核爆雷の検証を目的とする実験。 1961年から1973年まで衝撃波の測定や天然ガス採掘など平和利用の実験のために小規模150キロトン未満の原爆実験がアメリカ各地で行われたプラウシェア計画。1953年実施。1957年にアントラ作戦が行われ3度の実験を行っている。 1957年5月15日発の水爆実験。1960年2月13日発の原爆実験。ジェルボアーズブルー。イスラエルの科学者が同席。事実上、イスラエルとの共同実験。1968年8月24日発の水爆実験。1966年から1996年1月までに約200回実施。 東西冷戦中にはアメリカ合衆国が地下核実験の探知を目的として世界中に地震計を設置した。主にソビエト連邦が実施した地下核実験によって生じる地震波を捉えた。一方、核実験実施国も自然地震と見せかけるために巧妙な核実験を行った。例えば爆弾を並べて短時間に順に爆発させていき断層破壊と、 いつわったり、二発の爆弾を短時間に続けて爆発させ、自然地震特有の PEP 波に似た波を発生させたりしていた。このような経緯で設置された地震計は、現在では純粋に地震学の分野で大きく活用されている、例えば地震波トモグラフィー。なお、地震計による各実験探知については、ブルース・エイボルト庁地下核実験探知に詳しく記してある。 大気圏内で行う核実験は大気中に放射性物質が飛散することになるためこれを禁止する国際条約が締結されることになった。1963年に核実験を地下に限定する大気圏内宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約通称部分的核実験禁止条約 PTBT が締結され同年中に発行した。 この条約には100カ国以上が調印しており、アメリカ合衆国及び、ソ連も批准している。フランスや中華人民共和国は署名していないが、後には大気圏内核実験を取りやめた。PTBT 自体は実験の規模や回数を制限していない。アメリカ合衆国とソ連は1974年に地下核実験制限条約を締結、1976年には、 平和目的地下核爆発制限条約を締結し、地下核実験における核出力を150キロトンに制限し、相互に検証することに合意したが、これらの条約の発効は冷戦終結後の1990年までずれ込んだ。地下核実験も禁止対象とする包括的核実験禁止条約が提案され、1996年より署名が開始された。 この条約は発行の条件とされた特定の44カ国すべてにおける批准が実現されておらず、2011年時点では有効な条約にはなっていない。また、臨海全核実験も CTBT では禁止されていない。各実験により多量の放射性物質が放射性硬化物、いわゆる死の灰、黒い雨として広範囲に拡散をすることで大気汚染。 土壌汚染、海洋汚染、生物汚染を引き起こす。このため、短期、長期の様々な影響がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。